はい、皆さんこんにちは、ウォーキング講師の村上一生です。こちらの動画では、僕が普段やっているですね、このウォーキングレッスンというものの中で、主にこうミスコンテストに出る方であったりとか、ファッションショーなどあるモデルさんのウォーキングの練習として一つやっているですね、方法、その中で何を身につけたいかなというと、例えばよくオーラとかですね、存在感がすごくあるな、なんかこう10人ステージ並んでるのにやっぱ1人だけすごく飛び抜けて目立つ人がいるな、それってどうやって出すのかなっていうところですね。その練習の仕方、これが身につくと、そういったものが出せるのではないかなと思って僕普段、レッスンに取り組んでいるんですけども、それをですね解説してみたいと思うので、もしよかったら見てください。で、実際にそれを一緒にも練習しましょうという動画も別のものとしてですね、次の動画として作っているので、もしやってみたい方は一緒に体を動かしながらやっていただいて身につけていただければいいなと思います。はい、では早速ですね、本題に入ろうかなと思うんですけど、このミスコンテストですね、主に4つ、世界4大コンテストってこうウィキペディアとか調べてもらうと分かると思うんですけど、ミスユニバースであったりですね、一番後ろにミスワールド、あと僕が今一番関わらせていただいているミスアースという大会、そしてミスインターナショナルですね、すごく大きい世界大会でも参加する国がですね、70、80、100、そんな風に大規模になっている、世界中でやっている、巻き込まれているです、ね、世界一を決めるコンテストというものがあります。それにですね、今ちょっとこう仕事上、ウォーキング講師として関わらせていただいているんですけども、その中でやって練習するときもですね、こんなことを考えながら練習をしていますよ。そういったものも、今後ですね、出たい方の参考になったりとか、あとはそういうに出る人じゃどんな練習をしているのかなとか、で、こういう要素ってどっか日常動作のですね、美しく歩くということにも使えるので、いろんな方にですね、少しこう知っていただければなと思いまして、この動画を作っています。では、早速本題。今回テーマはですね、姿勢であったり重心バランスであったりとか、つま先の倒れ方、これはもう練習の仕方になってきますね。で、そういったものをやることによって、何を身につけたいかなというと、皆さんが歩くときに、見た目がですね、上がすごく綺麗に、逆三角形の美しいラインを作ってですね、より自分が綺麗に見える存在感がですね、より映えるっていうものを作ります。で、そのポイントとして、歩き方のですね、例えば体に張りがある、中心がしっかりまっすぐある、全身今の言ったように三角の V ラインがある、しっかり前にですね、こう進むっていう推進力、進む力があるような歩きができる、でまた表情を出すことによって、その人のこう感情とかですね、その人が持っている印象まで歩き方から変えていきましょう。で、さらにですね、上げる技術、プラスアルファって書いてあるんですけど、これで後半触れる、普通に立ってる状態よりも、やっぱりですね、ポージングという技術があって、きちんと体の角度であったり、自分の見せ方を変えることで、いくらでも自分の見た目変えられるんですよね。だから逆に言うとですね、普段、自分のもともとただこう気をつけとしたこう体がありますね。で、そこに向けて皆さんこうダイエットしたりとか、ボディメイクしたりとか、筋トレしてみたりとか、運動してみたりすると思うんですけど、その作った体を、マイナスに見せる方法とプラスに見せる方法があるんですね。で、それがやっぱり姿勢でありとか、ポージングっていう技術になります。なのでちょっと順番に解説してみたいと思います。で、大体一番最初にですね、触れるのがこの姿勢になります。ここにちょっとちっちゃくいいって書いてますよね。よく面白いなと思います。姿勢っていうのは日本語で僕のイメージとしては姿の勢いっていうものなんですね。なので姿勢がいい人というのはその姿に勢いがある人ってことになりますね。姿勢が悪い人というのは立ってるその姿勢姿に勢いのない人なので、その存在感オーラがある人は姿勢がいいのが当たり前です。ただどうやってその姿勢を作るかなっていうと、一般的に日常的にはですね、足の締め方、骨盤立て方、肩を開き方ですね、この辺りを触れることによってその人見た目のラインを日常的に綺麗に歩きますよっていうものを作ります。特に今、全く見えなかったですね。僕もハイヒール履いてこのレッスンに参加するので、僕自身がちゃんと自分の体でできるようになったこと、どういう練習したら僕はこんな風に歩けるようになりましたよ。またいろんなコンテストなどを見てきて、いろんな経験を踏まえて、いろんな勉強をしている中で、こうやって歩いてもらえる方法があるんだな、人間の体はこうなんだな、そうなった時に、それをですね、自分実践しながらお伝えしているんですけど、この肩の開きで開くことによって、デコルテが開きますよ。あとは腕の置く場所、そして足を美しく見せる技術を姿勢としてやってます。ですね。なので、皆さんが立っている時の姿勢、これ肩を後ろにこう矢印が書いたんですけど、肩の置く場所ですね。まず肩が前に割とある人ですね。自分本来のまっすぐ立ったその延長、中心線の真横から見た中心線のところに肩が置いてある人、少し肩がこう前にある人ですね。最近なんかこう携帯とかいじったり背中が丸い人多いですから、
肩の骨自体前に来ますね。または真逆で肩のラインがより普段より少し後ろに引ける人ですね。少し肩周り肩甲骨盤の柔軟体操とかストレッチをしないといけないんですけど、肩が引けることで肩を開けること、あと手首の向きとか腕の向きによって肩の向きが変わりますから、そういった技術を使って肩を開いてもらいます。で、肩を開いてデコルテを本来なるものよりももっと綺麗に開いてあげることができますよ。肩の落とし方によってもデコルテの開きが変わります。なので体の見た目として上半身はやっぱり前を開きたいんですね。前の存在感を広げたいですが開く。で、腕が前にあると非常に一番遠近法としてね、腕が一番目立ちますよ。腕が真横にあると今度は体の幅としてね、別に綺麗なんですけど少し全体像が大きくなりますよ。で、腕が後ろにこう引けることですね、肩が開いて落ちて脇を締めて二の腕が体よりも少しこう後ろにですね、体がより少し後ろに置いとけることによって腕をすっきり見せることができますよ。ということで、この肩と腕の開きによって体に張りを出して上を広くして全身をですね、こういう V ラインって書きますけど逆三角形を作ることができますよ。そうすることで、足はですね、じゃあ開いて立ってる方が綺麗なのか閉じて立ってることが綺麗なのか、例えば接客業なんかはやっぱこう閉じて立ってることもあると思います。で、この状態が綺麗なのか、じゃあ逆に今度少しずらして重ねることの方が綺麗なのか、まあ、こうやって立つことも多いですかね、何かこうお辞儀なんかするときに。で、さらに足の使い方として、まあ、この後ポージングでまた触れるんですけど、じゃあ足の使い方をもっと細く見せる方法はないのか、長く見せる方法ないのか、少しこういう立ち方をしてあげると足が少し長く見えたり細く見えたりするかなと思うんですけど、こういう技術を使ってやっぱり立ってる姿勢を作るときに上半身をいつも綺麗に作っておく、デコルテを綺麗に開いておく。よくここはですね、顔ですよ、自分の顔がここをですね、人によく綺麗に表情をよく見せたいな、明るく元気に見せたいなってときに、顔で見せる表情ってどこですかっていうとデコルテになりますよ。特に女性ですね、女性はデコルテも顔だと思っていかに自分の体を見せていけるかがポイントになります。なので、ここの姿勢も息を姿のですね、息をつけていくためにデコルテ開き方、その下の足が広がってるとまたデコルテが生えないんですね。なので足をスマートに整える方法を体で覚えていただく、これが姿勢になりますよ。それを体で一緒に練習をしていって、次に重心バランスですね。重心を上げる。重心っていうのは、まあ、物がこう移動するときとか何かバランスするときのこう真ん中の重さの中心を捉えるわけなんですけど、まあ、重心を上げましょう。大体スニーカーのときはですね、このウエストの高さぐらいに体の中で、ね、重心バランスがあって、これが前にうまく進んでると歩きが楽なんですよ。ただヒールになるとかかとがどうしてもこう高いので、ウエストの位置をですね、少しキュッと上げるようなイメージであったりとか、あとはあばら骨を少し持ち上げるようなイメージだったりとかですね。あばらを上げるというのは、まあ、一回こうバンザイすると分かりますかね。バンザイしてぐーっと上に伸びるとあばら骨がぐぐぐっと上に上がってきますよ。で、あばら骨がしっかり上がった状態で腕肩はリラックスして下ろすんですね。で、肋骨が上がるとですね、骨盤と離れますから、ここの骨盤と肋骨の隙間のことをくびれと言います。なので、この辺が開いてくれば間が空くので、女性は言われてくびれますね。で、ここを閉じちゃう。逆に骨盤と肩幅の骨が近づいてしまうと、非常に太って見えますよ。体がスキーラインが見えません。なので、肋骨を上げることで、これアイラインって言いますね。おへそから上、肋骨を上にグッと上げましょう。足はしっかりこう片足で踏ん張りが必要なので、全身を持ち上げたわけですね。体がいっぱいいっぱいになってるわけじゃなくて、上と下にこう上下に分けるような中心をきちんと真ん中で作って、おへそもキュッと上げて、あばらも上げて、足はちゃんと踏ん張り役になってますよ。これが、ね、ちょっと真ん中に線を描いた中心線があります。で、この重心を上げると、あばらが上がっている方がですね、足が楽なんですね。あばら骨を、これもすぐやると分かると思うんですね。これ見ながら、もしたまたま外にいる方やってみてるんですけど、体をかがめて、あばら骨を下に下げた状態で、こう歩いてる時の自分の足の重さとか足の出し方の感じと、あばら骨がちゃんと上がって、顔を上げて、しっかりグッと上げた状態で、足を出した感じ、足の軽さであったりとか、お腹腰の負担であったりとか、その差を比べると、重心を上げることで足が出しやすくなりますよ。ということで、綺麗に歩く上で、まず重心バランスが必要ですよ。より体を立体的に見せるためには、肋骨を上げることが非常に大事になってきます。そうすると、重心がぐんと上がって、より綺麗にですね、体のラインを保ってます。で、この練習が終わったら、今度、つま先歩きって書きましたけど、基礎編はですね、これ基礎が終わった後、こっち来ますので、パンプスハイヒールの前足はこうに置くんですよとか、前足はこうやって伸ばしますよ、後ろ足はどうやって練習すると後ろ足がきれいに伸びますよっていう練習は、またパンプスハイヒールの基本練習ということで動画を作ってあるので、もしよかったらそちらを見てください。
で今度これはモデルウォークみたいになってきますから、今度話をしてね、やっぱりつま先でこの立ってる結構かかとが高い靴履きますね、ミスコンテストなんかでやってればかかとの高さが大体12、3センチ、高い人には15センチぐらい。ただまあ20センチとかになると正直見てて違和感が出ますから、まあ12、3センチぐらいかなっていうのがかかとの高さです。でフロントの前のところがまあ2、3センチあって、まあ安定するようになっていくということですね。ただこの筋力というものがないと、要はこのつま先に立てる筋力ですね、がないと、もうかかと上がった時点で辛いと言いますね。つま先出しになる力がない。力がないというのは筋力が不足していることと、あと柔軟性が落ちていることですね。あとは伸ばす癖がついてない。なので、足首や膝を伸ばす、伸展させるっていう癖もつけたいんですね。で、足の裏。これがちょっとまあ、イメージとして足の裏のハイヒールの裏が来ましたけど、この裏というのは、つま先側とヒールの一点ですね。で、この一点とこの三角でハイヒールというのは体を支えますよ。で、気をつけなきゃいけないのは、この三角のうちでも、主に細く一本線で、足を開いて歩く人パタパタ歩いてますけど、細く歩こうすると一つ出てくるのが、こういうですね、つま先をちょっと傾けるように振って落としている人がいますね。で、その振っていくことによって、よりバランスを崩す可能性が出てきたりとか、滑る可能性が出てきたりですね。体重をすぐにストーンと乗っけるのが怖いんですよ。本当はですね、親指側をしっかり落とすように意識して乗せていかなきゃいけないので、この三角を正確に平らに下ろすってことで、体重をスパーンと乗っけることができますよ。なので、このつま先の足の裏がちゃんと安定して平らに下ろせることと、筋力の強化と、まあ、足首を伸展させる、膝を伸ばす、股関節を伸ばすということで、つま先立ちをしたり、つま先の歩く練習も必要ですよ。で、例えばですね、まずはこう軽くつま先立ちをしましょうとか、つま先立ちで歩くとか、まあ、いろんな練習を組み合わせてるわけですけど、まあ、これ裸足でやってる先生もいますし、裸足でもいいと思いますし、ただまあどうせその靴でハイヒールで前半の綺麗な時計になりたいんだから、その靴半の上でハイヒール履いたまま練習できるので、これは足の裏の背のコツがありますから、それが分かれば別にできるので、つま先、ハイヒール履いたままつま先出してやっぱ歩く練習をして、膝股関節を伸ばすことをやりましょう。はい。そしたらそれができてきて足が安定してくるので、次乗り込みますよ。で、今度この辺の写真の、この辺のイラストになるんですけど、進む力ですね。腰が前足のようにぐるんと進む力が、その人の存在感を増す力にまず1個なります。なので、腰を乗せてぐっと進ませるっていうことは、まあ、真逆から説明しますと、少し、まあ、例えばですけどね、テレビとか何かでこう映像で歩くなんかモデルさんのショーを見ても、2パターンあるんですね。少しやっぱこう膝が曲がってしまって、膝曲げながらこう歩いていってしまう。ある程度ですね、伸ばそうとあると思うんですけど、足がすごく綺麗に伸びたまま歩けてる人がいる。この違い何なのというと、腰がちょっと引けた状態で膝とももだけを出してね、股関節から下だけを出していくと、どうしても少し膝が曲がったりですね、こちらの膝が曲がるように見えてきたりとか、あとは腰が引けてるという、 こう前かがみ状になってるわけですね。姿勢まっすぐなんですけど、膝股関節から下で歩くとこういう足の出方になります。で、乗り込むというのは前足を伸ばしてそこにちゃんと腰が一瞬乗る。なのでこの片足立ちの瞬間がちゃんと一瞬ありますね。なので前足に確実にこう乗れてくると、乗った時に足首、膝、股関節、体が完璧に乗れた状態、これが前足乗れて次の足に乗ってっていう、そうですね。なので片足立ちが綺麗に取れている状態を繰り返しパンパンとスパッパッと作っていけると、見た目として足がほとんど曲がらずにですね、乗って歩けますよ。ということで、腰を前足にぐーんと乗せるという技術をまたここで練習をしますよ。それと同時に今度骨盤で歩きましょう。今つま先が安定して足の支えができました。じゃあ今度この支えに体を乗せていけました。じゃあもっとこの歩きのスピードを上げていかなきゃいけなかったりとか、足を長く見せていくとかですね、あとはこの女性の歩きというものをちょっと今説明することになりますけど、この腰から歩く表現になると、まあ、骨盤の周りの筋肉もちゃんと柔らかく使ってあげることになります。なので骨盤が柔らかく回るように使えていたりとか、あとは骨盤を持ち上げるような柔らかさがあったりですね、そのいろんな、これも何種目か練習があるんですけど、骨盤の周りの筋肉を歩きやすいように上手に使えるっていう練習をしてから、きちんとウエストから下は全部足というような状態で長い足として歩いてきて、本当にですね、ここはもうくびれのラインですね。骨盤がここで、この骨盤の周りの筋肉を全部使って、なので太ももやお尻から下が足ではなくて、腰骨の周りから足ですよという動作を体で覚えていきますよ。ね、でこれのメリットとしては、
足が長く見える。上の方から足を誘導してあげることによって太ももから下に力ませないですね。なので疲れづらい。あとはどうしても下の動きで太ももの力だけというものを歩き方というのは非常に硬く見えますね。で力が入って見えます。力入ってしまうんですけど、なので上から足を回転させていくことによって力まずになるべく柔らかいウォーキングを表現していきます。でこれは特にですね、どんなコンテストでも女性のウォーキングには必要です。腰から柔らかく歩けている人と腰が全く使えずに太ももから下で歩いてしまっている人で、見た目の違いがあるので差をつける。でちょっと細かくです、ね、言うとですね、コンテストもそれぞれ、テーマっていうわけじゃないんですけど、少しこう イメージがあります。これはもう世界大会がそういうイメージなので、日本大会の時もそれをイメージするんですけど、主に、ミスユニバース、ミスアースっていう大会は世界大会の規模でやった時に、より女性がやっぱ女性らしく女性の持ってる美しさっていう、表現をできる人の方が印象がより良いのかな。でそこに、スピーチだったりとか表現力が乗ってくるので、まあ、人間性将来されてくるので、どんなことが社会に貢献できるのかなって思ってきますから。でこれが逆にミスインターナショナルとかミスワールドになると、もっとトータル能力を見たりとかですね、してきたりとか。インターナショナルは特に日本が今主催国になってますけど、よりなんですよね、大人のこう品のある女性の歩き方みたいな表現を結構好む傾向があるかなと思いまして、あまりこう腰を横に揺らすっていうウォーキングをそんなにこう積極的にやってる人は少なかったり、例えばミスワールドもそんな感じがありますね、モデル審査の中で。ユニバースとかになると逆にですね、腰をですね、今度縦にこう柔らかく使うだけじゃなくて、横にもこう柔らかく使う表現が出てますね。なので骨盤から下を今度は横に柔らかく揺らしてあげることで、より女性らしいですね、腰を柔らかくくねらせるような歩きをすることによって、その人の持っている女性らしさみたいな表現を作ります。でこれは、女性がダンスをやるとですね、まあ、色っぽいかなというと、これ男性と女性の体の構造と歩きの違いですね。またこれとは別にですね、男性と女性の歩き方は厳密に言うと変えてあげるといいんですね。男の人は男の人の骨格に合わせた歩き方があって、女性は女性の骨格に合わせた歩き方があります。男性と女性で筋力と骨格が実際違うので、歩き方変えたりしてると面白いですね。で、まあ、基礎は一緒なんですけど、で今度、ファッションショーとかの歩き方とミスコンテストの歩き方は僕は違うと思ってますね。求める能力が違うので、まあ、求めてるものが違いますね。ファッションショーは洋服を売るのが仕事で、その洋服を華やかに見せるのが仕事で、ミスコンテストというのは着てるものの綺麗さを表現したいになって、自分自身を綺麗にするためにまあドレスであったり水着を着てますから、自分自身はもっと見せなきゃいけないので、まあ、ウォーキングのイメージが違います。なので骨盤の使い方もいろいろここで覚えていただけるといいかなということでですね。でこの骨盤から歩くというですね、ここから歩くことと乗り込む力で推進力が増すので、オーラがある人というのは歩くスピードがスピードはですね、速い遅いということではなくて、一歩一歩前に進む、この一歩一歩の力強さがありますね。例えばこれも次のリズムということになるんですけど、この力強いウォーキングになっている人と、ぐっと前に行くようなウォーキングになる人と、なかなかふわーって歩くだけで終わってしまうということで、存在感が薄くなってしまう、推進力に差があるんですね。ウォーキングはこういった乗り込む力であったりとか、骨盤の周りの筋肉もちゃんと使って歩いているかによって差が出るので、ここでそれを詳しくやります。でその後ですね、テンポで歩くテンポを変えなきゃいけないんですね。例えばゆっくり、ね、ゆっくりとしたテンポで綺麗に歩くべきな場面なのか、非常に速いテンポでスパッスパッと足を、ね、切るように体を動かすべきなのか、でそれがその人の持っているその表現の仕方ですね、表現であったりとか衣装であったり雰囲気であったり音楽であったり、その審査によってリズムを変えましょうですね。例えば僕がそのミスコンテストで言うと、審査の時に、まあ、衣装がね、例えば最初水着であったりとかカジュアルな格好で、例えば T シャツとショートパンツとかで、まあ、その人の持っている、何を審査するかね、大体音楽にする時ってアップテンポの曲を流すんですけど、その時の求めてる雰囲気とか表現力というのは、この人がどれだけこう、例えばボディメイクでしっかりですね、スタイルをするために努力をしてきた、自分でメイクであったり髪型であったりとか、自分で作り上げたものがあるとか、そこにウォーキングとしては例えば健康美であったりとかですね、その人がいかにこうフレッシュで健康的で明るく人を元気に引っ張るような存在感を出せるのかなとか、そういったものを
見てたりするんですね。なのでその人が作り上げてきた健康美とか明るい表現とか元気の良さみたいにするときにゆっくり歩くのはちょっとイメージが湧かないのかな。あとはその技術ですね、まあ、ウォーキングも速いテンポの中で歩きをちゃんときれいに保てる人と、速くなってしまうと歩きがぐちゃぐちゃになってしまう人がいますから、速いテンポにバーンと乗せてキビキビ歩きながらきれいな姿勢を保って、さっきの推進力を持ってして元気に明るく笑顔でパーンと歩いてもらえると、もううわっと華やかになるんですね。ただこれがないとやっぱりただ歩いてるだけに見えてしまうので、点数によって差がいくらでもつけられますよ。で、まあ、これカジュアルな、ショーで言ったらカジュアルな人から。で、今度ですね、例えばドレスウォーキングになると、じゃあよりこうロングドレスであったりとか、イブニングガウンっていうね、長い、足後ろも長いようなドレス着たとき、まあ、ウェディングショーなども似てるかもしれないですけど、そうなったときに、やっぱりですね、少しスローなテンポで歩くことになりますよ。で、腕の振り方も変わってきますよ。姿勢のバランスの取り方も変わりますよ。より柔らかい表現をしないと、ただゆっくり、細かで歩けばいいわけじゃないですね。全身の柔らかみを使って歩いていくことになるので、その時にここでちょっと2つ書いたのが、女性がリズムを取るというのは、骨盤、腰ですね、ここのリズムと腕、背中ですね、背中で腕のリズムを取ります。なので腕に力を入れて振るわけではなくて、背中側の筋肉から肩甲骨周りから意識的に動かすことによって、腕が力まずに速く振れるとか大きく振れるとか、肩がぶれないように歩ける。腰と背中のリズムを合わせることによって、前から見てる表現は一切変えずにですね、前から見られてる表現変えずに非常にリズムよく歩くことができますよというところで、背中の骨盤でリズムを取りましょうというですね。で、その速さを自由に変えましょうですね。速く歩く場面なら速く歩く、ゆっくり歩く場面ならゆっくり歩く。そうすることで、このテンポの表現を自分で自由自在にできると、ウォーキングの幅も広がりますし、まあ、早く歩く練習することで、ゆっくり歩くことが上手くなったり、ゆっくり歩くことがちゃんとできるようになると、早く歩くことも上手くなったりすることで、まあ、こういうですね、基礎練習と体をこう使うといいですよっていうことをやった後に、最後、総合練習としてですね、まあ、テンポよく歩くことを、ちゃんと基礎を維持しながらやっていく。で、ここに関しては、全身の使い方の歩き方の練習もいろいろ含めて、この下に、まあ、もう何個も練習があって、まあ、正直僕は自分の体を完璧にコントロールできるウォーキングを身につけたいなというのがあるので、まあ、いろんな練習方法ですね、いろんな道具を使ってみたりとか、いろんな場面を想定して練習してみたりとか、ね、いろんな体の特徴の使い方をやってですね、まあ、自由自在に歩けるようなウォーキングをしましょうという、こういうコンテストですね、ステージで緊張せずに思い切ってウォーキングやるために必要な要素を歩き方としてこうやってやります。で、そこにですね、欠かせなくなってくるのが、先ほどそのポージングとかターンの技術ですよ。まあ、最初説明した通り、この自分自身を上げる技術ですから、まあ、見せ方ですね。なので、ポージングもいろんな種類、いろんな方法があります。何十種類ってあるので、ただ一つ基本的によくコンテストあるのが、じゃあ、皆さんがステージでこう並んだ時に、こうですね、綺麗にこう立ってることが、果たしてそれが一番綺麗なのか、じゃあ、この自分のこの体をもっと綺麗に見せる方法はないのか、そう考えた時に、足の見え方をですね、カメラの方に対して、いかに審査員やカメラに対して、どういうふうに体を作って、どう体を作って、肩や腕の位置をどうついて、目線を置くのか。指先は、肘は、肩は、背中は、目線は、ですね。そうですね。ということで、自分の体をいかに綺麗に見せるかって技術、この状態と、こういう体を作り上げた状態を、ね、ポージングの技術としてやります。これも基礎的にね、一個一個分解して練習すると誰でもできるかなと思うので、自分をより綺麗に見せる方法を意識してポージング作る。歩いてった先ですね、歩いてった先でさっとその瞬間にこのポージングに入れるように練習しておく必要がありますよ。で、ターンもですね、一応重心って書きましたけど、ターンの時にとかですね、ポージングもそうなんですけど、重心のバランスが崩れてしまう人、回る時に重心が外へ逃げるように回ってしまうと、音と音とね、揺れたりとか、で、他のこういうポージングからターンに入った時の重心の置き方を間違えていると、このまま揺れてきたりしますよ。なので、重心っていうのはポージングもそうですけど、重心をどこに置いておくのかっていうのを明確にしていかないといけないですよ。ですね、重心が今自分の体の中にどこにあるのか。で、さらに重心を上げるということが必要ですね。ターンするときに平行移動というイメージではなくて、上に持ち上げるように重心移動しますから、体が上にふわっと上がるような重心の使い方をしてあげると、よりしなやかさであったりテンポが出るので、まあ、ターンの技術もありますよ。
ということで、そういうことを覚えるとですね、やっぱりこのポージングターンというのは、結局ですね、歩いていって、とりあえず止まるような感じで止まって、振り返って、帰ってきました。という表現しかできない人と、ウォーキングをしていて、ウォーキングがしっかりとした綺麗なポーズにちゃんと入って、綺麗なターンをして、そして綺麗に歩いて帰る。これだけで正直見てる人からするとすごく差がありますね。なので、まあ、ここは結構一般日常生活でやることではない。このテンポとですね、ポージングターンというのは日常で生きてる中でなかなかやる場面はないので、本当にステージ用かなと思うんですけど、ただそこに明確にすごく技術の差がありますよ。で、その技術の差が点数の差になってきてるので、まあ、それができないでステージに出て負けて悔しいっていうのは、僕の差しばかりではないかなと。まあ、できてて当たり前かなと思うので、できて初めて点数を競うことになるんですね。だからこういうことが全く分からずにめちゃくちゃな状態で、とにかくなんか外見だけ磨いてミスコンテストに出て、技術が何もない状態で出て、なんか負けて悔しいなという人は、そこはもう練習不足ですよ。あとは、ちょっとこれ余談になってしまうんですけど、ミスコンテスト出てきて、もうスピーチも素晴らしかった。喋る力はすごかった。人を引っ張る心を打つ感動スピーチができた。外見も一生懸命作ってきた。ですね、その中で負けたとですね。じゃあ例えばその時に悔しいなーっていう時に、なんかなんで負けたかわからないってなるともちろんいるんですけど、総合的に判断した時にミスコンテストから、じゃあスピーチが抜群に良かっただけではやっぱ勝てないんですね。当然ミスコンテストと意味ないんですかね。そのスピーチが素晴らしかった、それで、ウォーキングがものすごい下手だったんですね。でそれで勝てるかって言ったら、それで勝てるのは逆にスピーチですね。討論会とかその講演のスピーチコンテストとかですね、こう自分の喋る力を判断する大会に出ればそれは勝てると思うんですけど、なんだかんだとこうミスコンテストとかって考えると、そこに必要な要素として、まあウォーキングでさっき言ったこういうところですね、ウォーキングの技術があって、いかにその健康的で美しい表現ができるのか、明るくて活発で人を引っ張るようなパワーがあるのか、でドレスになった時によりこう品格なることができるのかとか、洗練された、まあ、例えば実年齢より逆にですね、若いうちだったら実年齢よりちょっと何歳か上に見えてしまうぐらい、すごく大人としてのしっかりと凛としたものを見せられるのかっていうのも動きで見せられますね。でそこでかつ今度スピーチが素晴らしい、やっぱりじゃあ普段からいろんなことを考えていて、明確に言いたいことがちゃんと相手に伝えるスピーチができるのか、でその先にその人にとって将来やりたいことがどんだけあるのか、ね、将来この人に何かを任せたら何かすごいことやってくれるんじゃないかな、まあ、逆にこのですね、これだけそういうものは全部努力しないとできないんですよ。いきなり生まれてそれができ突然できちゃう人ってなかなかいないので、なのでそういったものをきちんと準備をして努力を詰めて、それだけのものを人前でちゃんと表現ができて、でこの人が世の中に対して私はこれをやりたい、だから皆さんぜひお願いですから協力してください、私にやりましょうって言われたら、こっちも応援したくなるんですよね。もう全然お金なんかいらない、無償であなたを手伝いたいですよ、あなたほど頑張ってる人で、あなたほどですねパワーのある人で、そして美しい外見を作ってもう完璧に努力を重ねてる人を応援したくなるので、まあ、そんな人がここで勝つのかな、まあ、そういう人が勝つべきだなと僕は思いますし、そういう人を求めてコンテストはやってるのかなと思います。ということでですね、まあ、そういう話はちょっと飛んでしまったんですけど、まあ、こういったところをお伝えする。で最後ちょっと僕かっこいい書いてるのは、まあ、表情ですね。なので歩く、自分で歩くときもそう、ポージング中とかもそう、この表情を、感情がそのまま相手に伝わりますよ。で、その人の印象が変わりますよ。で、これもよくレッスンでちょっと合間におまけで挟むんですけど、真顔って言ってですね、すごく真面目な真顔っていうのは、これ怖いんですよ。なので、すごくステージに出てる時に、真面目に真顔で立っちゃうと、見てる人の印象としては、ちょっとツンケンしてるなとか、怖いなとか、無表情だなっていう、どちらかというと、普通っていう評価じゃなくて、マイナスの評価なんですね。なので、真顔イコール普通ではないんですね。真顔イコールマイナス表現なので、で微笑んでるぐらいで普通なんですね。そこでなんかニコニコ微笑んでいい印象を伝えられるかなと思ったら、あなたそれ所詮周りから見比べたら普通でしたよって。なのですごく笑顔をちゃんとはっきり明確に作るとかですね、見てる人にどんな思いを込めて表情を作るのか。でここは別に他のプロではないので、ただまあ今までこういろんな経験をしてきた中で、まあお伝えできる範囲ではお伝えしてます。まあ、表情によってかなり印象値が変わってしまうので、そこの作り方もお伝えはしています。ということで、僕のですね、ウォーキングレッスンっていうのは、こういう形のものをたくさん種目を繰り返していろんな練習を一緒にしながら、まあコンテストとはですね、僕からすると部活ぐらいに持ってますから、スポーツと一緒で、まあ出るからにはきちんと努力をすること、準備をすること、そして出るからには勝つことですね。なので勝ちたいですね。コンテストも当然ミスコンテストって人で一人しか勝てないですし、
そこまでの過程で、例えばビューティーキャンプですね、ミスコンテスト、前トレーニングでもいろんな先生がいろんなことを教えてくれるので、その過程をですね、経験するだけですごく意味があります。なので、先生大いにですね、どうかな、私そういうの出れるのがどうかなと思っても、とりあえずエントリーしてみるのもいいと思います。で、その過程を楽しみながら、しっかり自分を努力させながら、字を磨くと、それがコンテストの順に関わらず、いろんなところに行きます。ただ僕個人のウォーキング講師としての意見としては、やっぱり部活としてなので、やっぱ勝ちたいなと思うわけですね。なので自分の順位より高いですね、予定、なんかここまで行けたらいいなっていうよりも、もっと上の順位がやっぱ出たらそれは嬉しいことなので、じゃあそのためには僕はこれを技術として伝えて、レッスンにですね、来てくれた人をより上の順位にやっぱなんか押し上げてあげられるようなレッスンができればいいなと思って、こういったことをやってます。この数年ですね、多分やってきて、僕なりに一生懸命を考えてですね、こう人を押し上げたいなと思いながらレッスンをしてきて、やっぱり僕のウォーキング教室の、あっさりこうコンテストに出ようという人は、大体教室に来る形で来てくれてる人が、全体の3、僕の、コンテスト出る人ですね、3割ぐらいが教室に来てきながら、教室をうまく使って、こういう技術をどんどん磨いてくれてます。あとはそのパーソナルレッスンとかですね、個人レッスンとして、短期集中みたいな形で、この技術を全部身につけてもらって、ステージに出るという形で、この数年もですね、やっぱりでも本当に僕の力というよりは本人がすごく努力家なので、いろんな要素もね、ウォーキング以外の要素も全部練習をしていって、結果的にはですね、すごくこう、日本大会とか出たりとか、日本大会で優勝してグランプリを取って世界に行ったりとか、そういったレッスンを受けてくれた方が、この数年でやっぱ何人もですね、出てきているので、何か意味のあることはお伝えできているのかなと思います。ということで、少し長くなりましたが、またこの後ですね、じゃあ実際これ一緒にもう練習しましょうって、僕と一緒に見本だもやるので、一緒に練習して身につけてしまいましょうという動画もまた作っていますし、この他にもですね、今回も後半の方なんですけど、僕がやってる普段その健康づくりだったり、ダイエットだったりとか、正しい日常的な歩き方、あとパンプスハイヒールの基本の練習を解説する動画であったりとか、その実際に一緒に練習をこうやって推しの中でもできますよとか、日常的にこういうこと気をつけてみてください、歩くときに気をつけてみてくださいっていう動画を今いっぱい作ってるので、もしよかったら見てみてください。はい、でそれではですね、こちらの動画は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、動画のご視聴ありがとうございました。この後もですね、いろんなウォーキングの動画作っていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ウォーキングレッスンに興味を持っていただけた方は、こちらの方からホームページにアクセスできますので、こちらで見てみてください。この後、いろんなウォーキング動画作っていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。